スイスの駅馬車駅馬車は、通常は四頭立ての馬に牽引された旅客や貨物を輸送する屋根付き馬車の一種である。鉄道が普及する前に広く用いられ、駅馬車で旅行する人たちの休息の場所となっていた、英語でステージやステーションと呼ばれる施設の間を定期運行していた。駅馬車を運行する事業や、駅馬車で旅行することをステージングと呼んでいた。 駅馬車の車体はスルーブレースと呼ばれる革製のストラップで支えられており衝撃吸収のバネのように働いていた。駅馬車自体がスルーブレースと呼ばれたこともあった。コンチネンタル式駅馬車の全部及び後部車室はクーペと呼ばれた。車内に乗る乗客及びその座席のことはインサイド、車外に乗る乗客及びその座席のことはアウトサイドと呼ばれた。 アウトサイドの後部には向かい合った二つの座席が取り付けられていることがあり、イギリスではここをバスケットと呼んでいた。駅馬車の操作を行うステージドライバーに加えて、高知ンで武装したショットガンメッセンジャーが護衛のために乗り込むことがあった。ステージという言葉はもともと、経路上のステーション間の工程のことを指しており、馬車は全工程を各ステージに分けて走破していたが、 御用が続いた結果ステージという言葉が馬車のことを指すようになった。次のステーションでは休養の十分な馬の組が待機しており、ステーションにおいて馬をつなぎ替えるだけの短い停車時間で旅行を続けられるようになっていた。このステージに分ける運行システムにより、それまで牽引してきた馬を休ませ、水や餌を与える時間で馬車が時間を費やす必要はなくなった。駅馬車は 馬やラバで牽引される四輪の車両であれば、何でもそのように呼ばれることがあるが、駅馬車であるための基本的な要件としては、誰でも運ぶ公共の交通機関であること、決まった工程を決まった時刻で走ることなどがある。使われる車両としては四輪入馬車、固定車軸の馬車、軍用馬車の余剰品、高速馬車、豪華なコンコードなどがあった。 駅馬車路線の運行者がこれらの車両の中から運ぶべき積みに道路の状況、天候などによって選択していた。またこうした条件と車両の種類により2頭立て、4頭立て、6頭立てを選択していた。駅馬車の中には以下のような種類がある。ステージワゴンも人口の希薄な地帯などでは駅馬車として用いられることがあった。駅馬車は 平均4マイル毎時から7マイル毎時で走り、1日に70マイルから120マイルほどを走っていた。定時に遅れてイングランドの駅馬車を描いた作者不明の範囲イギリスにおいて駅馬車に対するよくある印象としては、有料道路の料金所を通過していくロイヤルメールの郵便馬車、チャールズ・ギケンズの作品に出てくる駅庭に停車する雪の積もった馬車、 あるいは馬に乗った強盗が、有金を置いていけと要求する馬車、といったものである。ヤードグラスは伝説によれば、駅馬車の業者と関連付けられているが、実際には主に飲む技術を示し特別な乾杯を行うために用いられるものであった。必ずしも駅馬車とは言えない、最初の原始的な馬車が、イングランドの文献に現れるのは13世紀のことで、ある。駅馬車は、最初に、 イギリスにおいて16世紀に発明され、1910年代初頭くらいまで使われていた。駅馬車で旅する旅客を止めるために、駅亭がヨーロッパ中に開設された。ウィリアム・シェイクスピアの初演は、座上人のような駅亭において上演されていた。1784年に運行開始された郵便馬車であるロイヤル・メールの駅馬車は、有料道路網を通じて、 イギリス諸島の道路網の発展を促進することになる。1784年当時、郵便馬車は、ロンドンからブリストルまで120マイルの行程を17時間で、走破していた。スペインのカタルーニャ州において、イグアラガとバルセロナを結んでいたディリジェンシアと呼ばれる、馬車。屋根の上に、荷物置き場がある上にインペリアルを乗せているディリジェンス1899年。 トゥールーズ・ディリジェンスは4頭下より多くの馬を使った堅固な馬車でフランス語において公共輸送を行う馬車のことを指す同義語であった。ドイツにおいてはシュテルバーゲンとかアイルバーゲンと呼ばれる少し違いのある派生型があった。ルアーブルからパリまでのディリジェンスが1803年にフランスを訪れた口うるさいイギリス人によってイギリスにおける 駅馬車と徹底的に比較して描かれている。武骨で宣伝されていない車はほとんど想像もできないものである。全部では、ホロが車体に取り付けられており、3人の乗客を収容でき、車体から突き出した屋根により雨から守られている。この前側には2枚のよく油を塗って不快なほどに覆う、重い革製のカーテンが屋根に取り付けられている。 広く高い内部は6人ほどを快適に収容でき、川張りで旅行者が小銭やタバコ、帽子、ハンカチなどを入れる小さなポケットがついているが、これは同席の人で共用する微妙な保管場所である。屋根からは大きな網が張られており、帽子、剣、荷物を入れた箱などでいっぱいになっている。すべて便利にできており、全員が席に座ると設備は決して不快ではない。 屋根の上は、インペリアルと呼ばれる場所で、6人か7人がここに乗り、また、1階の荷物が乗せられているが、これは、後部のバスケットにも収められて、荷物が、車両自体の半分ほどの高さもある山となっている。荷物は、ロープや鎖などで固定され、大きな鉄の巻き上げ機で締め上げられているが、これ、自体も、馬車の重量の一部となっている。馬車の車体は、 木製の重い基礎に対して、スプリングではなく、革紐で固定されており、全体は7頭の馬で引かれている。馬のうち1頭は、魚車が乗っている。イングランドからの訪問者は、小さく眼健なノルマンバが、我々の乗った重い馬車を引いて、1時間に6から7マイルの速さで走ったと記録している。この速度で、駅馬車は運河を行く船と競争になっていたが、ヨーロッパでは十九世紀に、 鉄道網が広がるにつれて廃れていった。鉄道網が伸びなかった地域では、バスが広まるまで駅馬車が完全になくなることはなかった。18世紀から原始的な馬車が、都市間で旅客を運ぶために用いられ始め、最初は、ニューイングランド内において1744年に始まり、続いて1756年には、ニューヨークとフィラデルフィアを結ぶようになった。後者では、 所要時間は3日かかっていたのが、フライングマシンと呼ばれる改良された馬車により1766年に2日になった。旅客と郵便物を輸送する最初の郵便馬車は18世紀末に登場し、それ以前に主要な道路で走っていた郵便機種を置き換えた。馬車の業者は郵便物や小包み、現金などを輸送し、しばしば取引の決済を行い、 顧客のために新書を配達した。1829年にはボストンは77の駅場車路線の3年後の1832年には106の駅場車路線のハブとなっていた。ボストンとニューヨークを結ぶ駅場車の運行はニューヨークとプロビデンスの間での蒸気船の運行が始まったことにより中止された。しかしボストンからプロビデンスまでは相変わらず アメリカ国内で最も頻繁に駅馬車が運行されて旅客を蒸気船に間に合うように6時間で運んでいた。1830年代から鉄道が都市間を結ぶようになると駅馬車の運行会社は鉄道の駅から沿線街の都市や町へと結ぶようになった。バッファローソルジャーがコンコードを護衛している様子、1869年。 コンコードと呼ばれる種類の駅馬車が最初に作られたのは1827年である。アボットダウニングカンパニーは駅馬車の車体に革製のストラップを支えとして用い、これによりスプリングのサスペンションのような上下の振動ではなく横に揺れる動きをできるようになった。この会社は40種類以上の馬車をニューハンプシャー州コンコードにある工場で生産していた。コンコードの駅馬車は とても頑丈に作られているため壊れて使えなくなるのではなく使い古して使えなくなるのだとされていた。このタイプの馬車は南アメリカ、オーストラリア、アフリカなどにも販売された。約700両のコンコードが1847年に解散するまでにアボットダウニングの当初の工場で生産された。会社は事業記録によれば 引き続き馬車や荷車を1898年まで生産していた。マーク・トウェインは、その1872年の本、西部放浪期において、コンコードの乗り心地を、車輪上の揺りかごと例えている。ザ・カリフォルニア・ステージ・カンパニーというバラードは、カリフォルニア・ゴールド・ラッシュ当時の悪路を走る、駅馬車の旅行の状況をわずかに誇張して描いている。 馬車の車内では3つのベンチシートが置かれ、旅客は1人当たり15インチの幅に押し込められていた。最高列と真ん中の列の席は前を向き、最前列の席は後ろを向いていた。最前列と真ん中の列に座っている旅客は、膝を互い違いに交えるように乗らなければならなかった。中央の席に座っている旅客は、長旅にもかかわらずわずかな革製のストラップが背中を、 支えているだけであった。荷物は膝の上に抱え、郵便物を入れた袋が足の下に置かれることもあった。馬車の動きにより乗り物酔いに悩まされる旅客もおり、特に悪路において硬い座席や屋根、車体側面などに体を打ち付けられる拷問のような動きが加わると、さらに悪化した。駅馬車は悪天候や敵対的なインディアン。 悪党などに見舞われる環境をセントルイスからサンフランシスコまで22日間かけて可能ならば夜間も走る国道団のバターフィールドオーバーランドメールなどでも使用された。こうした国道団の駅馬車は馬を変えるために途中のステーションにほんのわずかに停車するのみであった。旅客は貧弱な食事を得られるだけで休憩はなかった。 もし途中のステージで旅客が休憩のために降りると、次に来る馬車のステージに空き席がなければ、その場所に一週間以上も閉じ込められてしまうことがあった。馬が疲れ果ててしまった時に救援するため、あるいは道路が砂になっている区間で馬車を軽くするために、旅客は馬車から降りて歩くことを求められることがあり、また登り坂や泥沼に捕まってしまった時などには、 馬車を押すことが求められることもあった。馬車に押し込められている旅客は、ウェルズファーゴが以下のような旅客の行動に関する規則を各馬車に張り出さなければならないような状況を生み出した。長距離の大陸横断駅馬車の旅客には持っていくべき装備品の推奨があった。ニューメキシコ州を通る初期の駅馬車、ジャッカスメールではサンディエゴの新聞が 一丁のシャープスジューと百発の玉、コルトの回転式拳銃と2ポンドの鉛、ナイフ、厚い羊毛のズボン、6足の厚い靴下、6枚のアンダーシャツ、3枚のシャツ、広縁の中折れ棒、サックコート、オーバーコート、夏なら1枚、冬なら2枚の毛布、作業用手袋、針、ピン、スポンジ、ヘアブラシ、串、石鹸、2枚のズロース、3枚、 または4枚のタオルを推奨していた。後のバッターフィールドの駅馬車路線では、旅客にピストルかナイフを携行するよう進めていた。長距離であれ、短距離であれ、駅馬車で旅する旅客にとって真に危険なのは、20世紀初頭に至るまで盗賊による強盗の脅威であった。現金による給与や銀行間の送金などがこうした定期駅馬車路線により、定期的に輸送されていた。 カリフォルニアでは最初の駅馬車強盗が1852年4月に発生し、リールフトウィリアムズ率いる盗賊団がネバダシティ付近のステージをイリノイタウン郊外で襲撃した。トムベルは初期のよく統率の取れた駅馬車強盗団を率いており、金の出荷や金持ちの旅客が乗車した駅馬車が出ると通報する情報提供者を使っていた。 この盗賊団は1856年中活躍したが、ガラガラヘビのディックの通称で知られるリチャード・バーターなど、ベルの方法を利用した盗賊団が後に続いた。盗賊の中でも成功したものとして知られるのは、ブラック・バートとしても知られるチャールズ・ボールズでカリフォルニアのステージを1875年から1883年にかけて襲撃していた。金の採掘が 西部一帯に広がるにつれて、駅場車強盗も広がっていった。駅場車の旅客は、駅場車内でもステーションにおいても、インディアンの襲撃にも直面していた。中央部を横断する、駅場車やポニーエクスプレスのステーションでは何度かインディアンの襲撃があった。最悪の襲撃は1861年に、ニューメキシコ巡州におけるものであった。 この年の2月に発生したバスコム事件まではサンアントニオとサンディエゴを結ぶギディングスラインとニューメキシコ巡州のアパッチ族の関係は良好であった。ニューメキシコ巡州メシラからアリゾナ巡州通村までの駅馬車ステーションのほとんどの星草はアパッチ族が供給していた。事件後、コーチーズがアパッチ族の土地から白人を追い出そうとアパッチ戦争を開始した。 この結果、6台の駅場車の乗員と旅客が死亡し、これらの場車は焼かれ、そして1箇所を除く、途中のステーションが破壊されて、その管理者が殺された。ゼネラルマネージャーの兄弟のジェームズ・ギディングスは、コーチーズを探し制圧しようと試みたが、さらにギディングス自身と6人の男たちが死ぬことになった。こうした被害と、南北戦争が始まったことで、南部の大陸横断ルートの駅場車は、 終焉を迎えることになった。アメリカ合衆国郵便公社の郵便輸送をするウェルズファーゴの馬車地域間の対立が合衆国を分裂させていた時期、駅馬車はミシシッピ川沿いのアメリカ合衆国中西部にあるミズーリ州セントルイスと西部のカリフォルニア州サンフランシスコの間を結ぶ定期交通手段となっていた。よくポニーエクスプレスが初めて来たアメリカ大陸を横断して 太平洋岸へ高速に郵便物を輸送するようになったと誤って伝えられているが実際にはジャッカスメールと呼ばれるサンアントニオ・サンディエゴ間の駅馬車路線が先であったこのうち最後のユマ取り出からサンディエゴに至る180マイルは駅馬車ではなくラバの背に荷物を積んで運んでいたこのジャッカスメールは2ヶ月に1回の割合でテキサス州サンアントニオとカリフォルニア州サンディエゴの 間の1500マイルを1857年7月9日から1858年12月まで結んでいた。またジョージ・チョーペニングによるバッターフィールド・オーバーランドメールもポニーエクスプレスより3年ほど早かった。バッターフィールド・オーバーランドメールは1858年9月15日から週に2回の郵便輸送を開始した。バッターフィールド オーバーランドコンコードの駅馬車はサンフランシスコからまた別の大陸横断ステージはより良い道を使ってティプトンから出発していた。道が悪くなるにつれて旅客と郵便物はより悪路向けに設計された迅速馬車と呼ばれる馬車に乗り移った。走行距離は2812マイルで郵便物輸送に対して政府が対価として 保証していた60万ドルを得るには25日以内で、走破する必要があった。1860年3月、ジョン・バッターフィールドは、債務のためにこの業務を撤退せざるを得なくなった。南北戦争の開始に伴い、駅馬車運行会社は、オックスボールートの使用の中止に追い込まれ、代わりにセントラルオーバーランドルートの使用を開始した。このルートの東側、セントルイスから、コロラド州、 デンバーまでは、ベン・ホラデーにより引き継がれた。ホラデーは勤勉で新種の気象に富んだ特徴のある人物で、駅場車王として知られるようになった。デンバーからサンフランシスコまでの西側の区間では、バッターフィールドの大莫大な債務のために、事業はウェルズ・ファーゴに引き継がれた。ウェルズ・ファーゴは、膨大な数の中継ステーション、鳥で馬、人員、 馬車を抱えて1866年までに長距離駅馬車、郵便輸送における独占を確立した。大陸横断の駅馬車は1869年に大陸横断鉄道が完成したことで終焉を迎えることになった。アメリカにおける駅馬車の最後の使用は1890年から1920年代末まででアリゾナ州ヤングへ至る道が舗装されて駅馬車が 高度の自動車に置き換えられた時であった。最終的に馬が牽引する車両の使用を終わらせたのは鉄道ではなくバスであり、20世紀初期には多くの路線バス会社が設立された。鉄道の使用路線網が完成した後、そこから短距離であるがより高い場所にある地点まで鉄道を建設するのはしばしば非現実的であった。 主要な鉄道路線もから10から25マイル程度の距離にある街で1000フィートかそれ以上高度が高ければ鉄道を建設するのはその急勾配のためにとても技術的に難しく全った効果であったこの最後の区間は前述のほぼ25年間短距離の駅場車路線で結ばれており典型的には半日以下の旅程であった鉄道の本線が営業を開始すると 20世紀に入る頃まではこれに接続する駅馬車路線が開設されていった。こうした路線は最終的にバスに置き換えられ、このため多くの短距離バス路線は初期にはモーターステージなどと呼ばれていた。1918年までに駅馬車はいくつかの山岳リゾートや西部の国立公園において古き良き西部のロマンの一環として観光客向けに営業されているのみであった。 ありがとうございます。